夏に限らずなんですけど、僕の中でね欠かせないアイテムとしてこのサングラスですね。特に夏はやっぱり欲しくなるかなと思いますが、ちょっとねいかつくなりすぎたやとか、結構アイウェアって簡単そうで難しいですよね。なので今日はですね、そんなアイウェアの解説まではいきませんけれども、この夏におすすめしたいサングラスっていうところで紹介していこうかなと思います。オクテットチャンネル、どうもこんにちは、オクテットメンズアクションチャンネルのムンです。というわけで今日はですね、大人のサングラスっていうものをね紹介しようかなと思います。サングラスですね、僕もいくつかのブランドで持ってますし、アイウェアってねすごくこうたくさんブランドがあって、本当にいろんな種類があるので、洋服よりもさらに多いんじゃないですかね。めちゃくちゃあるので、僕も最初選ぶときそうだったんですけど、難しいっすよね。メガネ好きな人だったらいろんなブランド知ってるし、自分の顔の形とかを結構知り尽くしていて、それに合う形とかをネットとかでも多分選べるんでしょうけど、なかなかそうもいかないですよね。アイウェアってやっぱり目元ってめちゃくちゃ重要だからこそ奥深いなと思います。僕もね普段かけているアイウェアの中でも、ちょっと今日紹介するこのバルネっていうブランドのものは特に夏に対応するアイテムになってます。今日はねこの夏にね使う大人のサングラスってところで、ちょっとこのバルネ紹介するんですけれども、大人がねまず持つんだったらこれかなっていうところで、サングラスのこの形っていうところも紹介できればなと思っています。まず僕がサングラスをゲットするってなった時に、一番個人的に使いやすいかなと思っているのはこの3つなんですね。全部一緒に見えるかもしれませんけれども、分類的には一応全部一緒になりますね。黒のセルフレームのウェリントンっていう形になります。セルフレームっていうのは要するにここのフレームの素材でプラスチックを指します。そうじゃないもので言うとメタルとかね、一番この辺が割とパッと出てくるあたりかなと思います。まずはね皆さんサングラスゲットするだったりとか、大人っぽいねちゃんとしたしっかりとしたサングラス欲しいってなったら、黒のセルフレームから入るのが一番個人的にはいいんじゃないかなと思っています。理由はいくつかあるんですけれども、まずシンプルにねこのファッションのスタイル的にこの黒のセルフレームっていうのが癖がなくて本当に合わせやすいんですよ。サングラスってレンズの色とかもあるし、フレームの素材とかによってはこういうスタイルだとすごくハマるし、だけどもこういうスタイルはちょっと難しいよねとかあるじゃないですか。例えばジャケット着て緩いパンツとか履いた時にはこのメガネとかすごいかっこいいけど、ちょっとスポーティーなスタイルだったりとか、もうちょっとこうモダンな感じでやっちゃうとなんかちょっと違和感あるなとかね。アイウェアもやっぱりこうファッションアイテムの一つなので、コーディネートとの合わせとかっていうのは出てくるんですけれども、そういうのがほぼほぼね問題なくいけちゃうのがこの黒のセルフレームじゃないかなと思います。メタルとかもねやっぱりかっこいいんですよ。やってるとすごいかっこいいなと思うんですけど、やっぱ難易度高いですよね、あれはね。なのでこうメタル系のものっていうのは僕の感覚ではもうちょっとねアイウェア、メガネっていうものに好きになってね、そこから入っていくのが個人的にはいいんじゃないかなと思います。そしてちょっとねこのウェリントンをせっかくかけてみます。こんな感じですね。この形は特にバルネもすごいかっこいい形してるんで、どんな人をかけても全然かっこよくなるかなと思ってます。僕の場合は見ての通りなんですけど、ちょっと面長なんですよ。でこんな感じでね、目もちっちゃいし二重でパッチリとかでもないんですね。であとは眉毛との距離感もう、アジア人って大体そうなんですけど、ちょっと目と離れてるかなっていう感じなんですね。そういった方大体このウェリントンの形合います。面長に限らずやっぱりアジア人ってヨーロッパの人とかに比べるとこの目と眉の間がちょっと離れてる割合が圧倒的に高いんですね。そういった方でもかなりハマりやすくて結構ボリュームがあるので、眉隠れるまではいかないんですけど、僕の場合はでも近くなってこの辺の違和感が縦に開く感じじゃなくてキュッてなる感じでね合わせやすいかなと思っています。あとはこのバルネのこの形のサングラスをおすすめする理由は僕いくつかあって、先ほどもね夏によく使うっていう話したんですけれども、僕が今実際に持ってるのは実はこれで、これ私物で今も販売してるんですけれども、見ての通り黒のセルフレームじゃなくて別光になってるねタイプで、レンズの色とかもさっきのこれは一応ブルーなんですが、ちょっと茶系のねレンズになっております。これを買った時は今よりも茶髪で、であと夏はね今日も明るいんですけど、そういう格好も結構するので、白とかベージュとか淡いブルーとかそういったものとの相性がかなり良くてですね、こっちを選びました。ちょっとかけてみます。
こんな感じですね。でどのバルネのサングラスにも全部共通するんですけど、バルネのサングラスってここかなり珍しいんですけど、このレンズがガラスなんですね。ちゃんとこれはなかなかやっぱ稀有なブランドかなと思ってます。今ってやっぱりほとんどプラスチックのもので、いい悪いとかじゃないんですけれども、バルネは未だにガラスなんですね。プラスバルネさんがですね、もともとこうゴーグルとかもねちゃんとない時代のスキー用として開発されたっていう経緯というか歴史もあるので、めちゃくちゃね日光遮るんですよ。これね今かけると普通にサングラスだと思うんですけど、めちゃくちゃ暗くなるんですね。今僕が見てるこのカメラがめちゃくちゃ暗く見えてます。結構暗くなるんですね。夏ってねピーカーの時って紫外線もそうだし、すごい日差しが強いじゃないですか。で僕日差しめっちゃ弱いんで目しかめちゃうんですよね。インサートで撮ってる時とか結構しかめっ面してる時あると思うんですけど、それはそういうことなんですね。そういった時にもこれがあるとめちゃくちゃ便利で、すごく遮ってくれるので超使えるっていう、そんなアイテムになっています。そして今日は黒のセルフレームと言いましても、バルネだけでもねこの3種類があるわけですよ。すごく多いんですね。せっかくなんでちょっと全部かけようかなと思うんですけど、最初に僕がかけたこちらがちょっとねボリュームがあって、レンズの色が暗いんで分かりづらいんですけど、ブルーですね。ブルーをベースにしてるっていう感じです。で形が全く一緒なんですが、こっちをかけてみます。こっちはちょっと分かりづらいんですけど、レンズの色がグレーになっています。この辺は好みと言ってしまえば好みでもあるんですけれども、かけた感じでやっぱ雰囲気変わります。分かりやすいので言うと、薄いピンクのレンズとかやっぱああいうのって似合う似合わないってその人の肌とか顔の形とかもあるし、ファッションのスタイルとか、まあ、全部が関わってくると思うんですけど、このグレーかブルーかっていうところも若干ありますが、ほぼほぼねどちらも硬いかなとは思っています。比べるとねちょっと分かりやすいんですけど、こんな感じです。こっちが少し青っぽくてちょっと暗めかなみたいな感じだと思います。そしてもう一種類持ってきました。こちらこんな感じですね。ちょっと全体的にボリュームが少なくなって小ぶりな感じがするかなと思います。これもね同じ黒のウェリントン型なんですけど、個人的には僕の場合は最初の2つの形の方が多分いいんじゃないかなと思います。眉の位置とか眉とのこの離れ具合とかもだいぶ違いますよね。こちら結構離れちゃうので、その辺のバランスなんかもあるかなとは思います。ただねこの辺は僕に関してはっていう正直なところなので、みんながみんなやっぱそうとは限らないですよね。こんな感じで結構形は違います。バルネ一つ取っても全然違いますし、正直3つ並べた時なんかはほぼほぼ一緒に見えるじゃないですか。けどやっぱかけると目元ってすごい大事なんですよね。もう全然違うんで、この辺はちゃんと選ぶっていうのはすごく大事だし、ぜひねできればかけていただきたいなとは思っています。ただ商品ページとかね見ていただくとちゃんとこうサイズとかも書いてあるので、自分の黄金比をねある程度分かればネットとかで買うのも全然 OK かなとは思います。今回紹介したアイテムに関してはよっぽどこのハズレがなくて、ほとんどの人これ合うんじゃないかなと思うので、そういった意味でもすごくおすすめしたいです。バルネはプラスねかなりマニアックなブランドなので、その辺もおすすめしたいポイントではありますかね。定番のブランドもいっぱいいろんなものがあるんですけども、マニアックなねブランド持ってると若干差別化もできるのかなっていうふうにも思うので、そんなところでもすごくいいんじゃないかなと思います。あとねこのサングラスっていうものに関しては何もかけるだけじゃなくて、もちろんかけるんですけれども、このシャツにね刺しとくとかでもいいですし、一つのアクセサリーとして取り入れても欲しいなと思うので、ぜひねこの夏にちょっとねサングラスっていうものをかけていただくとね、シンプルなスタイルもだいぶ変わりますから、やっぱそれだけ目元って大事だと思うのでいいんじゃないかなと思います。というわけでね、僕たちの動画はこんな感じで毎日8時に動画を更新しています。ぜひチャンネル登録、それから高評価をよろしくお願いします。あとはですねコメントもお待ちしてます。お願いします。というわけでムンでした。バイバイ。